宮田なるはさんっていう方がねセクシーなんですよ。で飛距離もで番組で出てたんですけどもね、ビッグステップとかいうやつだね、はい、で喋ってたんですけども、なんか感じが良くてね、ウェアがいいんですよ、ウェアが着こなしが、はい、で僕がアルバで連載してるんですけども、その連載の記者の人が、女性の人が友達だって言うから、はい、伝えといてくださいっつって2日目のウェアが最高でしたっつって記者の方から連絡が来て、はい、成田にお伝えしたところ喜んでおりました、また頑張りたいと思いますって言ってくれたんですよ。ちょっとつながったんです、はい、それとね、あと薄井玲香ちゃんがね、はい、綺麗でねで明るいんですよ。でコーチの人に聞いたんですよね、元アメリカンフットボールの人なんですけども、はい、その人に聞いたんですけども、朝6時ぐらいの集合なのにバッチリメイクをなさってくるらしい。テレビに出るわけじゃないから、はい、いいじゃない、っていう、まあ、コーチの人は言うんだけども、いや私は素顔は見せられないって、プロ意識がすごい。だから逆に思ったの、素顔みたいなって。どういうことか分かりますか？お付き合い、深いお付き合いになるってことですよ、間接的にバカな話してるねあとエイミー小賀さんって人がいるんですけども、あれハーフなのかな、ハーフじゃないのかな、176センチですっごく明るいの、めちゃくちゃ明るいの、はい、もうあの人といたらね落ち込まないんじゃないかなってぐらい明るくて、はいはい、その辺が今ちょっと注目で見てるんですよね。エミさんもあれですか、すみさんお会いして、いやエミさんが会ってないんですよ、画面画面上なんですよ。薄井さんも画面上なんですよ、はいはい、薄井さんはコーチを通じて知り合ってるってちょっと YouTube で一度対談とかしたいですね。あ、対談したいですね、つともチャンネルで。あ、薄井さんは面白いと思う、はい、あとエイミー小賀さんも面白いと思う、はい、うん、正式にオファーして、オファーしてくださいオファーしてくださいよ。結構出てるんですよ YouTube 多分。あ、そうそう、薄井さんは出てるの、はい、ゴルフ関係で出てるし、もともとは芸能に興味があって、はい、宝塚に入りたかったらしいんですよ。へ、ええ、だからそれはまだ夢諦めてないって言ってましたから、だから宝塚はもう入れないけども年齢でね、めっちゃ詳しいです、詳しいんですよ見てんですよ、会ったことないのにバカな話ですわお会いしたいですよ。あとね、くだらないですけどね、うん、くだらないことで女性を好きになりますね。この間ね、ゴルフ田んぼっていう番組でね、後藤ひなのさんっていう方で、はい、黄金世代の人なんですよ、はい、で一緒に回ったんですよ、で日本大学のゴルフ部出身の方なんですけども、はい、その人と、まあ、名門コース、大浅間カントリークラブを回るっていうんですけど、はい、でもう169センチあって、はい、それで、まあ、アスリートですからもう引き締まってて、はい、でなんでその人好きになったかっていうと、もっとね、はい、私体がめちゃくちゃ強いんですっていうの、はい、もう憧れちゃうよね。だから結局僕の妄想っていうのは、結婚して子供まで作るってことになってるから体が丈夫って聞いただけですっごいポイント上がるわけですよ。うわ、丈夫なんだこの人ってめっちゃタフなんですってわけ、いいなと思って、でその後骨も私ね丈夫なんですよって、え、骨も？骨ってやっぱり骨格っていうか、こう中の一番大事なところじゃないですか。そうですね、そこでまたこうグッと好きになったわけ、はい、でその後自転車こいでて、自転車こけて前転したらしいんですよ、自転車ごと、でもどこも骨折しなかったって言うんですよそれ聞いてもうもっと好きになってこの人と遺伝子を融合すれば素晴らしい子孫に会えるなっていうそれはあれなんですか、もう自分が次にか質問したんですか、なんかそのエピソードって何だったんですかね。あのね、なんか肉離れを起こしたって話から、はい、あ、まずね、シャフトをね、僕は見せてくださいって言って、あ、今このシャフト使ってるんですかって言ったら、いや、この間3ヶ月前に肉離れを、機に全部変えましたっていう話からなって、で、なんで肉離れしたんですかって言ったら、私一人で今暮らしてるんだけども、とにかく一緒に回りたいっていうアマチュアの人と毎日ラウンドして、で夜は夕方からは自分の練習をして、それでお客さんがいない時は自分のラウンドをして練習をして、
3ヶ月間1日も休まずにラウンドしてたらしいんですよ、練習とラウンドで。私も体も強いし、もう怪我もないし、怪我したこともないし、もうアマチュア時代から全く丈夫だったんで、もう平気だと思ってたら疲労が溜まってたらしいんですよ。蓄積されて、でも3ヶ月そんなそんだけのことをやって、怪我が肉離れです。すごいでしょ、タフでしょ。そう、それで、そんな怪我しないんですかって言ってから、その骨もでってどん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 、すごいですね。そうなんですよ。それからね、愛情あふれる人だなと思ったのもあったわけ。はい、あ、その兄弟はって言ったら、はい、8歳人の妹がいるんですって言った。でうちはあの孫が4歳違いだから時々揉めるわけですよ。あと2歳違いなんかすごい揉めるわけね。8歳違うと揉めなかったでしょって。もう私が小学校2年の時に下が生まれたから、もう可愛くて可愛くて、もうずっと可愛がってたんですけどもね、もう最近も高校生になってね、もうツンデレになっちゃって寂しいんですよって言うから、あ、この人愛情深いんだってそう、体が丈夫、骨が丈夫、愛情深い、はい、ゴルフがうまいそうですよね、それ一応だから後輩ですもんね、まあ、もちろん顔もね、はい、いやいや、もう綺麗でしたよ。もちろんそれがなきゃそっちの方に入らないですよ。素敵な人でした。